はい、皆様こんにちは、岸田川です。2020年5月の2日土曜日16時47分です。こんにちは。今から、今回の夜勤6連勤の最終日始まります。よろしくお願いします。この先合流があります、注意してください。今回は松原じゃないか、岸和田の方に行くんですけれども、海の方じゃなくて山川というか、ね、内川の岸和田の方に行きますので、阪和道を使います。阪和道に行くのに今ね、ユニバーサルスタジオのあたりにいるんですけれども、こうやって行こうかなみたいな。今までだったらね、これ看板見ていただいて、これ、大阪市内16号書いてるでしょ、16号大阪高専っていう方に今までやったら行って、で、まあ環状線、1号の環状線に入ってぐるっと回って、ぐるっと回ってというか、ちょっとだけ行くだけなんですけれども、14号の松原線に入って、そこから松原ジャンクションまで行って、それで阪和道みたいなことしてたんですけれども、どうしようかな。それが一番ロスないんですけれども、今日はちょっとわざわざ堺まで行って、ね、堺まで行ったんだったらもうそのまま湾岸線で岸和田行けよっていう話なんですけれども、ちょっとわざわざ、6号大和川線通って行きましょうか。もう6号大和川線もね、何回も私の動画で紹介しておるので今更感があるんですけれども、ちょっとね、いつもと違うカメラアングルということで、いかがでしょうか。今日はこのアングルでやってみたいと思います。現在阪神高速4号湾岸線南向きですね、泉佐野の方面行き、制限速度80キロ、港大橋、この赤い橋ですね、港大橋、980m の橋を渡ります。はい、港区の海岸通りというところを今登っていって、この橋渡りますと、住之江区の南港の方に入っていきますね。南港北出口、800m で南港北出口です。カメラには映らないだろうな。南港北のあたりはコンテナヤードがあって、海上コンテナがいっぱい並んでおります。高速走ってますとそういうのが見えますよね。今日は土曜日やからか、それともそのコロナのパンデミックの影響か分かりませんが、一応コンテナの船の方は一隻も見当たりません。こちら南港北出口です。この辺りもリフレッシュ工事で、ね、かなり長いことリフレッシュ工事で通行止めというか、通行止めしたかな、あ、通行止めしてたね、去年の11月ぐらいだったと思うので通行止めしてたと思うんですけれども、あの時はここの左車線なかったというか、1車線で右車線に寄っていかないといけなかったんですけれども、この先合流があります、注意してください。ここ2車線にこうやってしてくれたおかげで、変な絞り込みの渋滞がなくなったというか、走りやすくなりました。まあ、道路もガタガタじゃなくて、ちょっとアスファルト綺麗になっただけでもありがたいですけどね。カーブを終えて3車線、まもなく南港中出口です。南港北も南港中も出口しかないんですよね。次入り口南港南にございます。湾岸線は制限速度ずっと80キロです。まあ、この4号湾岸線は、5号の湾岸線とつながっておるんですけれども、まあ、この辺りの南側走ってる神戸方面は5号湾岸線やけれども、
それこそ関空とか泉佐野とかあっちの方行く湾岸線は4号の湾岸線になっております。南港中出口を越えました。この辺りあのちょうどフェリーターミナル、南港フェリーターミナルがございます。まあ、ここから船乗って宮崎とか沖縄行けたかな、あれはカモメ埠頭かな。またあの南港南の方からちょっと橋渡ってちょっと離れた島に行ったらあのカモメ埠頭っていうのがあって、そっちからもう船乗れるんですけれども、こっちは門司とかね、別府行きはないかな、門司行きかな多分。言ってる間に、南港南、南港南は出口ございません。左からの合流は南港南入り口の合流になります。このように4号湾岸線は出口はあるけれど入り口はないとか、入り口はあるけれど出口はないとか、あ、まあ、そういうあのややこしいことです。なので入り口あるやろうと思って行ってみたら漏れなかったとかね、あのそういうことは結構あるので調べてからご利用ください。はい、ずっと3車線なんですけれども、この右側に今カメラ映ってるかな、これあの大和川が見えております。もうあと1キロほどであのぐーっと右にカーブしていって大和川を渡るような橋がかかってるんですけれども、その橋渡り切ったところにあの参謀出口ございます。その参謀出口に降りていくのがこの一番左側車線なんですけれども、今まで、まあ、あの参謀出口とあと6号の大和川線鉄砲出口までは繋がって、一区間だけね繋がってたんですけれども、今全線開通しましたんで、今日はこちらから阪和道の方に出ていきたいと思います。一番右車線と真ん中車線はあの道路に書いてある通り泉佐野の方面、関空泉佐野の方面、この一番左車線のみです。あの参謀出口と6号大和川線、はい、今この橋、大和川を渡っております。どういう風になるかというと、この大和川の南側 の川沿いをずっと松原の方に抜けていく感じですね。まあ、渋滞も何もなければ10分ぐらいで松原の方に行くかと思います。すごく早いんですよね。だから大阪市内まで16号大阪高線で1回環状線に出て、そこから14号の松原線というそういうつなぎ方をするよりはこっちの方が早いかなみたいな気もしますね。ここね、あのカーブめちゃくちゃきついというか、ご注意ください。この先合流があります、はい、参謀出口です。参謀出口は4号新しいルートでご案内します。湾岸線の出口、参謀ジャンクションですね。およそ300メートル先、はい、この辺りからも6号大和川線ということになります。参謀ジャンクション、今までは参謀インター、参謀は入り口も出口もあるのでインターと呼んでおります。私の動画では、まあ、インターだけあったんですけれども、この6号大和川線鉄砲までの開通によって参謀ジャンクションになりました。でそれ以降何年か工事してあの松原の方まで開通しましたと、ものすごく便利になりました。ありがとうございます。はい、大和川第一トンネル1164メーターです。はい、この辺りね、もうあの80キロです、制限速度。出口まで 800m、 この辺りじゃない、ここからやね、はい、ここから 80km です。ここからあの終点の三宅西の方までもう 80km です、ずっと。あとはね、このトンネルの中結構上り下りがきついんですよ。上り下りとそこそこカーブがございます、はい、今松原まで 11km と看板出てございました。なので私のペースで10分11分ぐらい、そんな感じで着くかと思います。左手に見えておりますのが鉄砲出口、左上に登っていくような形です。鉄砲出口は国道26号線に出ます。左に曲がったら15号境線の住之江入り口があったりとかします。新しい、はい、鉄砲もね、入り口があるので、出口入り口両方あるので鉄砲インターと呼んでおきます。私の動画は出口入り口両方ある場合のみインターというふうに区別するようにしてますので、まあ、世間一般の言い方っていうか、ね、常識に合わせてるっていうわけじゃないんで、そこのところだけご注意ください。はい、大和川第二トンネル680m、これ左から合流するのが鉄砲の入り口から、鉄砲インター入り口からの合流になります。
制限速度引き続き80キロ、この交流のところね、結構下っております。スピードがまあまあ乗るし、交通量があるとき左からガンと交流してきた場合、まあ事故のリスクもあるのでご注意ください。松原ジャンクションまで9キロ、1キロ減りましたね。完全なトンネルではなく、こうやってちょっとだけ空が見えておくかもございます。大和川第3トンネル、ここからですね、4922m、 今の区間ピーピー行ってたあたりでかなりきつい下り坂でした。スピード乗ってしまうのでブレーキ踏みましたけどね。カーナビがね、新しいルート、新しいルートって言ってるの、これあれなんですよ、新しいルートでご案内します。やかましいなもん。この6号大和川線は2020年の3月29日かな、開通したばっかりなんですよ。まだ開通してね1ヶ月ちょいなんですよね。なのでカーナビにデータが入っておりません。だから謎のところを走っているみたいな、 GPS が変なところを走っているような感じです。トンネルの壁をご覧ください。矢印書いてるでしょ。こうやってね、今まで下りやったんですけど、今度は急な上りが始まるよということで、ぼーっと走ってたらね、乗用車の方とか気づかないかもしれないけれども、我々のようにトラックとかトレーラーになってくると、ちょっと荷物が重たい時にはこの上り坂登らなかったりするので、全然なので、ぼーっと走ってたらいつの間にか失速してるよみたいなことになるので、まもなく右方向です。乗用車の方は失速に気づいたらアクセル踏んだら再加速すぐできるかと思うんですけども、はい、時は出口、時は出口はまだ私降りたことないんですけども、堺の花岡かな、花岡のあたりのジャスコの、ジャスコイオンか、イオンモールみたいなところに行けるらしいですね。堺警察とかがあって、まあ、その道路に出るんだけれども、どのあたりに出るっていうのはちょっと分かりません。新しいルートでご案内します。次の出口、奄美の出口はこの前夜中行ってみたんですけれども、まもなく左方向です。奄美はね、ケーズ電機が前真横にあったかな、奄美北のあたりに出たような気がします。時は入り口になるのかな、これ、はい、入り口の合流左からございます。注意ください。黄色い看板、上り坂あり、速度低下注意と出てございました。松原ジャンクションまで残り4キロです、はい、矢印下向きになってたんですが、上向きに切り替わりました。まあまあの上り坂です。奄美出口まで 800m、 新しいルートでご案内します。ゴールデンウィークも含めて外出は自粛と、まあ、他に、ね、事故してるよとか故障者来るたりとかいて、そういう ことが他になかったら、もう大概最近の電光掲示板は外出は自粛してくださいみたいなこと書いてますね。この辺りは矢印書いてないけれども、まあまあ上り坂です。きついですね。奄美出口です。奄美出口出たら右手にケーズ電機出ないのがあったかと思います。阪神高速6号大和川線東向き、松原ジャンクションの方に向かって走っております。制限速度80キロです。はい、もうこの最後の上り坂を越えますと三宅西ですね。そろそろ終点となります。松原までこんなに早く来るかっていうね、今まで環状線に出て松原線走ってきてたら結構時間もかかるし、交通量も多いし、カーブも結構あるし、難易度高かったんですけど、これは早い。まあトラックとかで来てもこうやって楽だわっていう感じですね。これは使える道路です。三宅西入口、左から合流がございます。でこの合流が終わりますと、車線が1車線減ります。左車線、私が今走ってる車線がなくなります。右車線に、減りますので、分岐を左方向です。車線変更してください。はい、
ここで、14号松原線と合流いたします。6号大和川線終了いたしました。指示器出しても入れてくれへんね、絶対ね。どこナンバー、松原ジャンクションやからややこしいんですよね。大阪ナンバーだ。3車線あるでしょ。結構ビュンビュン来てるけど、ここ60キロです、制限速度。14号松原線は全線60キロです。カーブきついところは50キロになったりしますけどね。およそ1キロ先、分岐を左方向で、この辺ビュンビュン行ってる車は90キロぐらい出てるかと思います。14号松原線、まもなく松原ジャンクション終点となります。で、一番右と真ん中車線、こちらは、西名阪奈良の方に向かって、あ、まあ、まだやね、この大森出口が最後に残ってたね。この左手、大森出口です。大森出口、浜戸じゃない、14号松原線の最後の出口、大森出口でした。で、はい、道路に書いてるように一番右と真ん中車線が西名阪で名古屋方面行き、そしてこちら、あの松原ジャンクション左手に取りますと、道路に書いてございますように、左にいると吹田方面、近畿道、この右が、あの浜戸と書いてる方が和歌山方面行きです。堺和歌山方面行きです。松原ジャンクション、はい、ここちょっとね、合流がややこしいんですよ。右から、まず近畿道からの合流がございます。左は、西名阪からの合流です。私は阪神高速14号松原線から来ましたので、近畿道、阪神高速14号松原線、西名阪、この3つが合流一気にするんでご注意ください。合流してすぐです。まもなく左手に松原出口見てまいります。ここから阪和道ですね。この先阪和道別料金と書いてございます。 28.3 キロポスト、このキロポストは吹田インターからのキロポストになります。 28.5 キロポストで松原インター出口です。松原インターとか松原出口と言っておこうか、あの入り口はございません、出口のみです。阪和道もね、ややこしいんですよ。出口はあるけれども入り口はないとか、はい、29キロポスト、17時8分になりました。2020年の5月の2日土曜日ですね、本日現在、緊急事態宣言が発出されておりまして、新型コロナウイルスの、世界的パンデミック蔓延していることにより、感染者数、死亡者数、結構な数になっております。なので、不要不急の外出自粛してくださいというふうにもなってますが、学校の方が休校になってたりとか、今ちょっとね、歴史的に、ここ50年、100年なかったようなことが起こっておるものですから、かなり特殊な状態です。まあ、そういったことで交通量も今日はこんな感じみたいな、だから普段のね、これ緊急事態宣言とかでもなかったらもっと車が多かったりするんですけど、まあ、今日土曜日やからね、でも土曜日の夕方5時ぐらいって言ったらどうだろうね。まあ見た感じどうですか、ガラガラでしょう。まあ、普段もこんなもんかね。平日やったらちょっともうちょっと多いんですけどね。およそ1キロ先、分岐を右方向です。まもなく、なんだ、三原ジャンクションは南阪和道に、出します。南阪和道はね、まあ、羽曳の通って奈良の方に行くんですよ。まあ、五世であるとか柏原か、ちょっと読み方がわからんけれども、まあ、そっちの方に行きます。はい、三原北出口です。三原北に入り口はございません。三原南の入り口はあるんですけれども、出口はございません。はい、ここが三原ジャンクション、左手、南阪などに、いたします。もうすぐ
分岐してくるの、分岐じゃないわ、合流してくるのは南半などからの合流。この先合流があります、注意してください。この左手の合流は南半からの合流になります。三原ジャンクションのキロポスト 32.5 キロポストですね。17時11分になりました。何回かね、いろんなバリエーションでこの辺り撮影してお送りしてますので、特にそんなに力入れて読み上げることもないのかなという気もするんですけど、33キロポスト今までちょっと登ってたんですが、ここから 4% かなり強い下り坂になります。 33.5 キロポスト、きつい。この先合流があります、注意してください。はい、この合流、左からの合流は三原南の入り口になります。出口なかったでしょ、三原南入り口です。制限速度80キロです。ずっと80キロです。おそらく阪和道も和歌山の市街地に行ったりとか白浜の方に行ったりとか何回か動画をお伝えしてますので、もしよかったら、ね、和歌山にご用の方とかそちらご覧ください。カメラアングル違うっていうのは、おとついですね、自宅で撮影したんですよ。ちょっと緊急というか、家帰ってからちょっとよその YouTube の番組を批判するような動画を撮影したんですよ。自宅で撮影するの初めてでして、その時にカメラを固定する金具みたいなやつを使ってるんですけど、それを、家に忘れてきてしまって、昨日はちょっと政治の話、時事ネタでまた動画1本作ったんですけど、その際にちょっと、金具家に忘れてきたなと思って、これは撮影できんかなと思ったけれども、ちょっと言いたいことがあったもんですから、もう別に景色撮ることが目的っていうよりは、何でもいいわ、とりあえず撮影みたいなんで、やってみたんですけども、家帰って動画アップロードして、動画見てみたら、その映ってる角度がおかしいとか、あとね、もうモニタリングっていうか、チェックができないよって、撮影しながらどこ映ってるのかわからないよっていう、そういう弊害はあるんですけれども、結構画質的にもね、今までのアングルやったら、あれなんですよ、フロントガラスに逆光とかやったら映り込んだりとかして、いろいろガラスに映り込んでるやつが結構見苦しい部分があったんですけれども、どうでしょう、声もね、そんなに遠くないし、フロントガラスにこれ置いて貼り付けてるような感じで置いてあるんですけど、ちょっと角度はね、ちょっと斜め上になりがちかもしれないけど、これはこれでありかと思います。はい、いろんなバージョンで今後撮っていってね、どれが見やすいかは皆さんに選んでいただくとして、実験的にこうやって撮影もいたします。ドライブの予習の動画87個目ぐらいかな、これ。私のチャンネルの動画の全体の数でいうと870本ぐらい多分あると思うんですよね、本日現在で。チャンネル登録者数102名かな。一時を思えばだいぶ増えましたけれども、それでもね、チャンネル登録者数1000名超えてこないと、YouTube 的には YouTuber 扱いではないんですよ、ね、だから広告も貼れないので、収入も入ってこないというか、タダで動画出してるみたいな、そんな感じですね。プロとして活動っていうよりはかなりアマチュアです。だからもうちょっと本腰入れてクオリティを上げて、そんな風にしたらもっと多くの方に見ていただいて、チャンネル登録者数も増えてくるんでしょうけれども、今のまんまでも別に
かなというか、まあなかなかねその1戦目という壁が現実的に難しいであろうと思っておりますので、ぼちぼちやっていきます。はい、間もなく堺ジャンクション、堺ジャンクションは堺仙北道、堺仙北有料道路ですね、そちらの方に接続していきます。堺仙北有料道路は、海の方に向かって走ります。海海の方に向かってで、最終的に助松ジャンクションで阪神高速4号湾岸線に接続いたします。はい、堺ジャンクションです。堺仙北有料道路は、左の方に分岐していって、この上を通っている形ですね。堺ジャンクションを越えますとすぐに、堺インター出口ございます。あと 500m ほど、 40.5km ポストあたりですね。著作機か、堺インター出口 40.7km ポスト、 40.8km ポスト、堺インター出口です。17時18分になりました。堺インター入り口が間もなく見えてまいりました。この先、合流があります。注意してください。跳ねるな。41.3km ポストあたりですね。41.3km ポストで、堺インターの入り口です。2号線を今越えました。仙北2号線というのは下を走っておった一般道なんですけど、はい、ここから結構きつい下り坂になります。きついな。岸和田泉まで9km、貝塚18km、関空道分岐24km、和歌山52km となってございました。43km ポストです。まで20分、関空道の臨空ジャンクションまで25分でございます。道路の名前的には阪和道なんですけれども、また堺からこの泉にかけてこう走っているあれなんで、ね、あんまり阪和道という感じはしないんですけどね。私の中でイメージとしては阪和道は和歌山の方なんで、はい、泉市に入ります。 44.6km ポスト、4.7km ポスト、制限速度80km です。阪和道南行き、和歌山方面行きです。45km ポスト、17時22分になりました。2日目となるとさすがにちょっと疲れ溜まってますね。 2,3 日やったら休みみたいな、そんなペースがいいんですけどね。
今年はゴールデンウィークは日本全国的に自粛ムードというか、一応緊急事態宣言がまだ収束しておりませんので、解除されてませんからね、旅行に行くであるとかそういったことは控えてくださいよという中なので、浜田もまあ空いておるのかなと。普段のゴールデンウィークだったらどうでしょうね、まあ、この夕方の5時とかこの時間にわざわざ今から和歌山とか白浜とかあっちの方行くみたいな、その旅行の人がこんな時間にうろうろするかどうかはちょっと分かりませんけど、まあ、泊まるんやったらもうちょっと早く行くよね、チェックインするのにね。泉中央の駅ですね、前方の方に見えてまいりました、泉中央駅。岸和田なんですけども、次のインターで降ります。次のインターでおかけさせていただきます。岸和田泉まで2キロ、49キロポストになりました。51キロポストあたりで岸和田泉出口、インター出口ですね。岸和田泉は入り口出口両方あったかと思います。まあさっきのね、電車の駅があんだけでっかかったんやからね、岸和田泉インターっていうそのインターも近くの方がかなりたくさんの方がご利用になるでしょうから、入り口はあって出口はないとかそんな不細工なことではなく、入り口出口両方あったかと思います。 49.7、 およそ1キロ先、左方向高速道路出口です。17時26分になりました。はい、50キロポスト、シータインターから50キロです。50.1、700メーターほどで、岸和田泉インターが出ます。まもなく左方向高速道路出口です。このインターより先は別料金と書いてございます。そういえばこれ越えたら本線料金所あったっけな。昨日貝塚まで行ってるからどうやったかなちょっと覚えてないですね、昨日のことやってると思う。はい、岸和田泉インター出口50.9キロポスト、17時27分になりました。かなり利用者が多いインターなんですが、今日はガラガラですね。右方向です。さすがに。はい、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。今回はこの辺りで切らせていただきます。失礼します。